どうも、ゆいみんです。今日はじゃん、ホームランバーメロンミルク、これは食べてみたいと思います。ホームランバーってね、いろんな種類出てるけど、これはなんとつぶつぶ果肉入りね。すでに美味しそう。厳選メロンとミルクの味わい。分類はアイスクリームで1個132キロカロリーだそうです。じゃあ早速開けていきたいと思います。ホームランバーって結構どれもね、クオリティ高いですけど、メロン、わお、ちょっとね、小さめのサイズです。75ミリリットル。だけどすでにメロンの果肉が見えてて、夕張メロンっぽい色してますね、赤肉の。じゃあ早速食べていきます。いただきます。これね、アイス自体がすごいネチッとしてるっていうか、しっかりとしたミルクの感じのアイスです。で、つぶつぶも入ってて、すごく一口食べるだけでメロンの甘みとミルクのコクがすごい。メロンの甘みが先に来て、その後ミルクのコクが後味で残ります。だから本当に赤肉系のメロンが好きな人、とってもこれはコスパのいい商品だと思いますよ。イボ130円なんだけど、とは思えない。だって果肉も入ってるんだよ。幸せじゃんこれ。めっちゃ果肉とミルクとメロン、この組み合わせが最強にいいです。ホームランバーね、なんかロングセラーだから、たまーにしか食べないような感じなんだけど、プレミアムとか新しいなんか味とか出るとね、つい食べたくなっちゃうような、そんな懐かしいアイスです。うん、甘さも食べやすいですね。これならお子さんとかでもいけそうです。皆さんもぜひ見つけたら食べてみてください。今日はホームランバーのメロンミルク食べてみました。クオカード当たるそうです。それではまたね。バイバイ。